皆さんおはようございます。東京での2日目の朝です。めっちゃ眠いですけど、寝るのがもったいなさすぎてコンビニでビタミンを飲んでまた頑張って楽しみたいと思います。ではレッツゴー。皆さん、やっぱり日本ではこうやって自転車で出勤する方々も多いですよね。こういう風景が私からしたらすごく日本っていう感じの風景ですね。いいですね。私日本にいますね。ここはネスカフェの睡眠ブースっていうところなんですけど、睡眠ができるんですよ。ここでこうやってここでコーヒーを飲みながら睡眠もできるところなんですけど、私が行ってみたかったところはここと違ってちょっと今慌ててます。でもここでちゃんとコーヒー飲んで行ってみたかったところ行ってみたいと思います。皆さん、私がネットで調べてきましたけど、このネスカフェのカフェの入り口から、この中に私が見たあの睡眠ブースってどこにあるかな、なさそうだけどっていう感じで入ってきて、どんどん不安が大きくなりましたけど、睡眠ブースありますかっていう私の質問に睡眠ブースを案内してくださって、でも、ああこれ違う睡眠ブースかもその時から思いましたけど、睡眠ブースについて親切に案内してくださいましたので、もう大丈夫です、いいですみたいな感じで言えなくて、しかも30分にしますか60分にしますかっていう質問に対して50分ですっていう、もうありえない答えを私がしたんですね。なんかもう、なんか急に聞かれたら慌てて聞こえなくて、皆さん、ここから見えるあの建物がめっちゃかっこいいですね。皆さん、とりあえずこうやって私が行ってみたかったところは行けなかったですけど、それを調べてみたら、それは駅の中にネスカフェの睡眠ブースがあったんですけど、それが去年の12月31日までで、今はないらしいですよ。だから私がよく調べずに行った結果こうなりましたけど、でも結果的に調べずにいたからこそこういうところもあるんだってなりましたので、成功です。ピース。皆さん、これ見てください。やばい、うわすごい。皆さん、こういうところにこれがあるってすごくないですか。ここ来てみた方ですよ。わあ、押せ、あ、オープン。
なるほど。天気は？天気はどこですかね。天気あ、これだ、天気。皆さん、天気が、あ、やばい、ここにありました。うわー、やばい。皆さん、これ見てください。やばくないですか、これ。皆さん、こういうの日本しかないじゃないですか。やばい。皆さん、これ、やばい。出るやん。うわー、涼しい。いいなー、ここ、めちゃくちゃ。皆さん、これやばいない、やばくないですか、これ。ほんと。こういう繊細なところ。やばい。こういう C タイプもありますし、こうやって充電もできるし。皆さん、私本当にこういうブース来てみた方ですよ。これは、忙しい日本の社会を象徴するそういう施設じゃないかなと思いますので、すごく不思議ですよね。すごい、これ。もう一回出るには、これを、こうやって出るには、こうしたらダメ、ここ押したらこうやって出れる。ご利用ありがとうございました。皆さん、ここ本当いいですね。めっちゃ集中できそう。ここでめっちゃ羨ましい。こういうところ、本当こういうのあればいいですね。駅の中にこういうのがあれば本当に忙しく、例えばもう作業とかやらないといけんことがあればとか、それとも充電とか、これは皆さん本当に素晴らしいですね。本当やばい、これすごいな。やばい。まさかこのテレビもタッチで見れる。あ、ここの下にボタンがある。皆さんありますよ。こうやってモニターですよね。これはテレビじゃなくて、つなげてノートパソコンとかをここにつなげてとか作業しやすく、めっちゃいいじゃん。本当に私も YouTube で日本についていろいろ調べて、やってみたいこととかすごくリスト作って、日本に来たらそれをするのが楽しみですよね、いつも。わあ、ついに来た、ここ。皆さん、もう時間が5分しか残ってないですけど、ご利用の時間が5分残ってるって優しく教えてくださって、じゃあ出る前にもう一回入場してみたいと思います。私この入場が好きですね。ここへの入場がなんかすごくお気に入りで、入場もう一回押して、ご利用ありがとうございました。ご注意ご利用ありがとうございました。はい、皆さん、とにかく駅の中の睡眠ブースは行けなかったですけど、駅の中にあるワークステーション、こうやって来られたので本当に嬉しいです。本当にこういうシステムめちゃくちゃ羨ましいです。韓国でもこういうのできたらいいなと思いますけど、とにかく皆さん、もう時間なので私は出ますね。バイバイ。ご利用ありがとうございました。お忘れ物にご注意ください。開けられんかと思ってマジ心配しましたけど、もう出ますね。皆さん、これはイケアがめちゃ可愛いですね。ミニイケアみたいな、めちゃ可愛い。すごいな、日本はいろいろありますね。本当こういう小さいイケア初めて見ました。すごい。皆さん、日本のユニクロでは花も売ってますね。すごい。原宿めちゃくちゃ久しぶりですね。原宿に来ました。皆さん、やっぱり原宿人多いですね。平日すごい、もうランチの時間なのに人が多い。
原宿にもなんか観光があちこちで見えますよね。なんか昔来てた時は観光は全く見えなかったですけど、今はちょっと変わりましたね。原宿に来ると外国の方々がめっちゃ多いですね。そう言いながら私も外国人っていう。皆さん、アンニさんの旦那さんここに連れてくるとすごく喜びそうな、いろんなキャラがあって。久しぶりに原宿をちょっとブラブラしていましたけど、昔と変わらないところもあって、ちょっと変わったところもある、そういう原宿でした。皆さん、結局ですね、私は一番食べたかったのはまたコンビニ飯なので、コンビニで慎重に選んでみたいと思います。今回はファミマでちょっと買ってきましたけど、まずクリームたい焼きカスタード、とろサバ、美味しそうでこれ買ってきました。ベーコンとチーズパスタプラス親子丼。はい、じゃあ私は辛いのも好きなので、ちょっとベーコンも、まずこれ忙しいですね。え、なるほど、すごい、匂ってみようとこうやってしたのにこれだけピョッとなってびっくりした。今日本のコンビニがなぜ最強なのか、私の話ちょっと聞いてくださいませんか。まず最強だと思う理由は、日本のコンビニでボリュームが本当にいろいろな量で売ってるんじゃないですか。だからちょっとだけ食べたい時も普通に買えるのがいっぱいあるんですよ。でも韓国って、まず私は韓国でコンビニ行かないですし、出前とかよくするんですけど、出前では2人前が基本なんですよね。そして1人前にすると1人前も結構量が多いんですよ。だからちょっとだけ食べたいとき、ちょっとだけ食べれないっていうところが、まずそういうときは私は日本のコンビニがすごく恋しくなってて、もちろん今はボリュームがすごいですけど、それはただ私がお腹空いてるので、いただきます。わあ、うん、皆さん、この卵がとんでもなく美味しいです。食べてみますね。皆さん、チーズの味も濃厚で、このベーコンも美味しくて、麺もちょうどよくて、私個人的には美味しいですよ、これ。皆さん、親子丼は完食です。はい、皆さん、お腹がもうパンパンすぎてもう食べれないですよね。だから後でチンして美味しく食べた方がいいと思いまして、後で食べますね、これは。でもめっちゃ楽しみですよ。これめっちゃ美味しそうですよね。とにかく皆さん、私が用意した動画はここまでです。チャンネル登録よろしくお願いします。では、おねる、よいかじ。じゃあね。じゃあね。